カミス市は、茨城県最東南端の歯科業地域に位置する市で、ある。隣接する鹿島市とともに、鹿島臨海工業地帯を形成する。鹿島市、板古市、保田市、行方市とともに J リーグ鹿島アントラーズのホームタウンで、ある。以前は、農業と漁業が、中心の陸の孤島と呼ばれた非常に貧しい地域であったが、1960年に始まった鹿島開発によって、 掘込み式人工工、鹿島工を各に、鉄工、石油を中心とした重化学コンビナートが形成された。現在も、工場立地企業からの税収が財政を支えている。このため、鹿島市との広域市町村合併構想は、自主財源の確保の観点から反対理由の一つであった。羽崎区域はアウトドアスポーツを観光の中心に据えており、特に、 サッカー合宿が盛んである。2003年には有機ヒ素化合物で汚染された井戸水により住民がヒ素中毒を起こした事件が各メディアで報道され全国的に知られるようになった。環境省は2007年にこの原因は当初言われていた急に本軍の化学兵器説ではなく近年に不法投棄された産業廃棄物に含まれた。 有機潜化合物による可能性が高いと結論付けた。なお、住民は2006年7月24日に、公害等調整委員会に対して、国、県の責任を認める裁定を下すよう申請を行った。同委員会は2012年5月11日に国に対する責任については棄却したが、県に対しては、地下水汚染が判明してから、健康被害が生じるまで、 住民周知等の措置を取らなかったことの責任を認める裁定を下した。東は太平洋に面し、南は利根川が流れる。かつては広大な面積の池、新の地があったが、現在は鹿島開発のため一部を残して大部分が埋め立てられている。利根川河口と上須市羽崎地区と対岸の銚子市街地。 霞ヶ浦郷野池市政執行以前市政執行以後2021年4月末日現在95,407人2010年の県議選から定数2の上ミ市選局として実施されている。過去には法務省東京入国管理局鹿島港出張所が存在したが、水戸出張所に統合された。カミ消防署、鹿島港消防署、羽崎消防署、 土合文書鹿島臨海工業地帯、鹿島港南航路と合野池東部地区の工場群、合野池西部地区の工場群、上須市に工場を立地している企業鹿島セントラルホテル。上須市内の商業地域は国道124号沿いを中心に広がっている。鹿島セントラルホテルやアトンパレスホテルといった宿泊施設のほかショッピングセンターなどのロードサイド店舗が立地している。 市内に本社を置く企業小学校、中学校高等学校本市には存在しないが、隣接する鹿島市にある、市立精神学園高等学校、中学校に通学する生徒も少なくない。鹿島臨港線、上須駅鹿島号は、先号調子大橋鹿島港中央航路羽崎港、上須市内のバス路線については、都心方面を結ぶ高速バスと路線バスは、 隣の鹿島市と銚子市を結ぶ路線と羽崎海水浴場へ向かう便が、また2018年より市内中心で運行している、神栖市、コミュニティバスが運行されている。高速バスは、佐き号、鹿島号をはじめ、東関東自動車道を経由する複数の路線が運行され、東京駅、羽田空港、幕張メッセ、東京ディズニーリゾート、お台場地区などと結ばれている。 停留所のある鹿島セントラルホテルが市内の交通拠点の役割を持っている。全路線とも鹿島神宮駅、羽崎総合庁舎水橋板子バスターミナル間の途中乗降はできない。ふとじは、上み市内で停車する高速バス停留所。路線バス全路線とも関東鉄道板子営業所、羽崎車庫が運行している。上み市、 コミュニティバス2018年11月1日に実証実験を兼ねての運行開始。当初は1系統、2系統のみの運行で2020年10月より3系統、4系統が追加された。2021年3月末までの実証実験を経て2021年4月より本格運行を開始した。全路線とも関東鉄道に運行を委託。なお、 上ミ市でのコミュニティバスは以前に羽崎車庫が運行していたタウンストリーム以来となり約10年半ぶりに復活したかミス防災アリーナ上ミ市立中央図書館号の池緑地公園イキス神社千人画廊とウィンドパワーかミス用上風力発電所費川浜海水浴場羽崎海水浴場2021年より上ミ市の魅力を全国にアピールするとと,ともに 市の知名度とイメージアップを図るため、神須市にゆかりのある著名人を PR 大使として起用。ありがとうございます。